どうもー、安田大作の団長安田です。ベタです。そしてどうもー、クワガタココ。はい、どうもありがとうございます。やったー、来たー。また来たな、お前。来ました、はい、来させてもらいました。心の底からお願いします。今日は何でしょうか。我々がいるのが、はい、奈良県フットボールセンターでございます。はい、ということはサッカー。サッカー、はい、その通りです。今回取材させていただくのが、うん、奈良クラブさんでございます。はい、もうね、私今回の取材めちゃくちゃ緊張してるんですよ。なんで？っていうのも、うん、あの JFL に今所属されてるチームなんですけども、うん、今絶賛シーズン中でございます。シーズン中でもうどこにしてん。いや、シーズン中、絶賛シーズン中でございまして、絶賛シーズン中の明後日に優勝が決まるタイミングなんですよ、今まさに。あら、だから本当に今この来ていいのかっていう、うん、もうこっそり見てこっそり帰ろう。もうそんなもうお話聞いてる場合じゃない。もうそんな大切な時にもかかわらず、はい、今日は取材させていただくということで、はい、緊張ビンビンでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。トライアスロンで年代別日本代表を目指すアスリート芸人、団長安田。ラクロスプレーヤーとして世界屈指の強豪国オーストラリアで代表まで上り詰めたレジェンド、山田幸男。今回はワールドカップで全世界が熱狂したサッカー。日本フットボールリーグ JFL で快進撃を見せ、奈良県初の J リーグ昇格を果たしたサッカーチーム、奈良クラブを取材。昨シーズン10位の成績から大躍進、今シーズンの強さの原動力とは。そして優勝がかかる大一番を前に、選手たちの思いを団長が聞く。今シーズンの活躍を振り返りながら奈良クラブの魅力に迫ります。安田大サーカス、団長安田のバズるスポーツ。奈良を拠点に活動するサッカーチーム、奈良クラブ。日本のサッカーリーグはプロの J リーグとアマチュアに分かれており、奈良クラブは日本フットボールリーグに所属しています。今シーズンも1試合を残し、奈良クラブの順位は得失点差で首位。しかし上位3チームが三つどもえの大混戦です。ピリピリしているであろうタイミングですが、2人はチームの練習を見学。何やってんやろ今。コーンの中にボール入れて、何の競技、何の競技。レース強く強く走ってきて、走ってきて、だから、ここで、おーおもろそう。何これ、え、何この練習、何この練習、やりたい、何これ、楽しそう。優勝争いしてるの今。このことやってましたやろ、あさって。想像と違い、チームはリラックスムードでした。ここからはチームについて、奈良クラブ強化担当の矢部さんに教えていただきます。矢部さん、強化担当ということですか、はい、これ何の強化ですか。めっちゃ楽しそうなんですけど。これはですね、ただただ楽しそうなんですけど、はい、これ何の強化。これはもう本当に、はい、ウォーミングアップと、はい、みんなのコミュニケーションも含めてやってますね、はい、へ、いや本当2日も優勝争いする戦いがあるとは思えない。サッカーを楽しむっていう気持ちを毎日思い出させるような、ウォーミングアップしてますね。優勝がかかっている時でもチームの輪を大切に、いつもと変わらぬスタンスで練習に臨む奈良クラブ。そんなチームの注目選手は、今シーズン15ゴールで現在ぶっちぎりのリーグ得点王、フォワード浅川隼人選手。シュートへつなぐための攻撃の起点で、サイド攻撃の核、ミッドフィルダー森俊介選手。エースキラーとして相手の得点源を抑えるディフェンスの要、ディフェンダー伊勢航選手が在籍しています。では早速、奈良クラブの注目ポイント、バズポイントの発表です。まずは一つ目のバズポイントから。優勝争いを繰り広げる奈良クラブですが、実はすでに決まっている嬉しいことがあって、
矢部さん、はい、今のチームの状況ってどんな感じなんですか？もうリーグが終盤でして、でその中で今季のリーグ戦の順位もいろんな条件を満たして J3 に昇格が決まったという状況です。 おめでたい。奈良クラブは1試合を残しプロリーグである J3 昇格を達成。関西ではヴィッセル神戸以来26年ぶりの快挙です。そして大のサッカー好きである団長は J3 に昇格するまでの苦労があることも知っていました。すごいことね、はい、J3 って分かる？でもちょっと分かんない。地域リーグから始まってんのよ、はい、普通に、うんうん、奈良県で戦い、そして関西で戦い、そして全国で上位になって、そして観客動員数もクリアしないと J リーグに入れない。うわ、その条件どんなのがあるんですか？様々な条件があるんですけど、はい、まあ、大体要約すると J リーグで戦える規模があるかっていうことだったり、J リーグで戦える強さ、そういう様々な条件がありますね。奈良県初の快挙に、昇格を決めた試合ではサポーターとともに大盛り上がりした奈良クラブですが、昇格には成績を含め9つの項目を満たさなければなりませんでした。中でも特にハードルが高かったのが1試合の平均観客動員数。どれぐらい？はい、年間3万人が必要でして。大変じゃないですか、はい、JFL で3万人は、はい、で15試合あるので、はい、平均2000人を入れないといけなかったんですけど、ホームゲーム12試合を消化した時の平均観客動員数はおよそ1300人だった奈良クラブ。残り3試合で1万3000人を集客しなければ昇格は厳しい状況で、選手や運営も頭を抱えていました。しかしそこに救世主が現れます。10月にカズさん、デリュー、はい、サッカー界のキングカズさんが、鈴鹿のチームに在籍してまして、はいはい、そうですよね、はい、で鈴鹿が奈良に来た時に、はい、1万4000人を超えるお客さんが来てくれた。さすがキングカズ、はい、動員の数うちの劇場なんてお前年間100人ぐらいしかないじゃん。3万人なんかあったらもう、全くもう100年ぐらいかかるとんでもないですね。さまざまな条件を達成し J3 昇格を果たした奈良クラブ、次なる目標は2日後に行われる最終節での勝利、そして初の JFL 優勝を目指して、まだまだ戦いは続きます。続いてのバズポイントはチーム躍進の秘密、エコノメソッド。ここからは練習を見学させていただき、強さの秘密を探っていきます。今の練習は一体どういう練習でしょうか？はい、こちらは攻撃の練習をしてますね、はい、相手がどこにいるか、はい、相手がどこのポジションに立っているかで攻める位置を変えるっていうことですね、はい、外から攻めるのか中から攻めるのか、はい、それでしっかりゴール前でフィニッシュを、はい、するためのトレーニングっていう感じです。はい、今週対戦する、はい、相手チームの傾向も見ながら、はいはい、こういうシチュエーションが試合中に起こり得るだろうということを想定して、はい、トレーニングに落とし込んでますね。奈良クラブは実践的なトレーニングを多く取り入れており、これは2021年から監督を務めるスペイン人フリアン監督の指導方針から来ています。昨年からスペイン人監督のフリアン監督にはい、が指揮を取ってまして、でしっかりと試合中も自分たちでボールを支配して自分たちから主導権を握ってサッカーを展開していこうと。スペインのサッカーに似てるんですけど、パスをワープで、はい、チーム全体で流動的に動きながら一人一人の役割がありながら、まあ、ゴール前ではアイデアを発揮していくという形ですね。指導でフリアン監督が意識していることは、選手のプレー判断を向上させること。試合で起こり得るであろうプレーを何度も確認し最善の動きを伝えています。しっかりシャルターで倒し、チーチープロポエシャルターで、例えばカニ君がジャンプした時はまさも行っちゃダメとか、いちいちの状態の時は
Muy bien el medio campo, ¿eh? Voy mirando. で、10番の選手よかった。見ながら、背後だったり、相手見ながら。ゲーム中心の実践形式で選手たちに考えさせ、身につけたことをすぐ試合で生かす。この考えをエコノメソッドと言います。練習前には必ず試合の動きを選手間で共有し、実践形式の練習でビルドアップ。エコノメソッドによるトライアンドエラーを繰り返し、着実に成長していく練習スタイルこそ奈良クラブの強さの秘密です。ちなみに去年は何位やったの？去年は10位だったんです。10位から今1位に、はい、今までその優勝争いしたことあったんですか？今まではそこまで、ここまでの優勝争いはなかったですね。はい、やっぱり先日監督を呼んで、はい、先日が浸透した。そうですね、しっかり信念を持って、まあ、監督、はじめコーチングスタッフも、常に同じことをずっと言い続けて、で選手たちもだんだんそれに順応してきましたし、チームの方針を信じることができましたし、まあ、それをこの今シーズンも継続して、できたっていうところに、まあ、強みというか、はい。CM の後、練習終わりの選手たちと対談。 JFL 初優勝に向け意気込みを伺いました。ちゃいますよね。今回はワールドカップで全世界が熱狂したサッカー。日本フットボールリーグ JFL で快進撃を見せ、奈良県初の J リーグ昇格を果たしたサッカーチーム奈良クラブを取材。ここからは最後のバズポイント。決戦は1120 JFL 初優勝へ。練習を終えた選手たちにインタビューをさせていただきながら、今シーズンの活躍を振り返っていきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。自己紹介お願いします。はい、奈良クラブ背番号13番の津波優太です。よろしくお願いします。奈良クラブ18番、森俊介です。よろしくお願いします。お願いします。奈良クラブ背番号8番、浜幸男です。よろしくお願いします。お願いします。久しぶり。あれ、まず津波さんって、はい、あのお父さんがあの津波さんですか？そうですね、はい、あの津波の息子です。はい、あの関係者の方にはもうなんかほぼクローンだみたいな。走り方から喋り方までみたいな。あ、そうですか。よく言われますね。なんと津波選手の父親は元日本代表で活躍した津波聡選手。息子の優太選手は奈良クラブに在籍して4シーズン目を迎えています。どうですか、4年間やってきて、はい、順位がガラッと変わったじゃないですか。はい、いや、そうですね、まあ、いろいろあの体制が変わったり、会社の体制が変わったり、まあ、チームは監督が変わったりして、はいはい、うん、ただその去年から今の、フリアン監督になって、はい、継続的にその取り組んでるスペインのサッカーっていうのを、はい、取り入れて、うん、それをまあこう継続的に続けてるっていうことが、うん、まあ、結果につながっている一番の要因じゃないかなと。監督来てなんか変わったっていう実感あります？まあ、やっぱり外国人監督ならではのその、はい、こうジェスチャーというか伝え方みたいなのは結構僕は初めて外国人監督だったんですごい斬新な感じがしましたし、まあ結構そのチームのマネジメントと個人のマネジメントでうまく使い分けてる感じがするなと僕個人的には思います。昨シーズンの10位から現在首位と躍進のシーズンを送る奈良クラブ。ここで選手たちに今シーズンのハイライトシーンを伺いました。今シーズン振り返ってご自身のプレーとか振り返って良かったプレーとかありますか？そうですね、うん、僕はでもあのホームゲーム、うん、この間最終節だったんですけど、はい、最後の最後でゴールを決めれたんで、はい、まあ、そこが結局一番良かったのかなみたいな。あ、やっぱゴールって一番嬉しいですか？そうですね、うん、まあ、ディフェンスの選手なんで、うん、あの本来ゴールを守る仕事なんですけど、はいはい、結構性格上目立ちたがり屋なんで、はい、どっかで点取りたいなと思っててずっと。津波選手が印象に残っている試合がこちら。1対1で迎えたロスタイム。ミドルレンジからのシュートがポストに当たりながらの技ありゴール。優勝を手繰り寄せる劇的なゴールにチーム、サポーターはお祭り騒ぎでした。
噂によると、はい、調子乗ってユニフォーム脱いでカードもらったって聞いてますけど、バレちゃいましたかそれ、はい、やっぱみんな結構喜んでる人混みの中で脱いだんでバレないかなと思ったんですけど、はい、しっかりバレてイエローカードもらいました津波選手の感動的なシーンにテンションの上がる団長熊形。続いてのミッドフィルダー森選手のハイライトにも期待がかかります。僕はちょっとあの前期 の、はい、あのティアモ戦なんですけど、はい、あの後頭部でヘディング打ってそのまま落ちて落下して、はい、背中がバーン痛なったっていうシーンがあるんですけど、はい、ぜひとも使っていただきたいと思います。斬新、探し出します。そのシーンがこちら。一点ビハインドで迎えた前半、相手と接触しながらも気迫のヘディングで同点に。このプレーで勢いづいた奈良クラブはこの後2点を追加し逆転勝利を収めました。本来ねヘディングあんま得意じゃなかった。ああそうなんですか、うん、ヘディング得意じゃないから後ろでやったあそうそうですまだ覚えたての前と後ろ間違えた。そう2人で練習して、はい、そしたらそれが試合でできたんです後頭部で打っちゃったんで、後頭部で打っちゃってあんま記憶がない続いてはフォワード濱田選手のハイライトです。いかがでしょうか。お願いします。僕は、うん、僕も前期の大分戦なんですけど、うんはい、まあフォワードなんですけど、まあそこしかぶっちゃけ点取ってなくて僕、はい、ヘディングシュートで、はい、それが一番印象に残ってます。みんな結構ぶっちゃけますね全然カッコつけへん濱田選手のハイライト試合がこちら。綺麗なクロスからのお手本のようなヘディングシュートでした。チームを多分みんなチームを助けるゴール、はい、勝利につながるゴールだったと思うんで、はいはいはい、やっぱ選手としてはやっぱそういう勝ちにつながるゴールができたっていうのは結構思い出深い。今シーズンも残り1試合、現在勝ち点58と首位ではありますが、得失点差で2位につける FC 大阪、3位のホンダ FC の結果次第ではどうなるか分かりません。2日後に控える試合に向け選手たちに意気込みを伺いました。いやもうここまで来たら、うん、優勝を勝ち取りたいですね。うわぁ、ね、こうなったらね。そうですよね。本当に申し訳ないですけど、本当奈良クラブに何の思い入れもなかったんですけど、今日からめっちゃ応援する、今日からめっちゃ応援する。明後日その大事な試合でどんなプレーをあのされたいですか、はい、相談しな自分の意見耳打ちで聞きな、まあ、エコノメソッドっていうのは言わされてる、言わされてる。エコノメソッドのことボケに使うのこれ言うときはウケるんで。そうですね、まあ、昇格っていう目標はまた達成できたんですけど、うんはい、やっぱ優勝して昇格っていうのができれば、うんはい、やっぱ来年 の勢いにもつながっていくと思うんで、やっぱり絶対優勝したいですね。うわー楽しみですね。浜田選手も。そうですね、まあ普段通りやるのが一番やっぱり優勝するには大事だと思うんで、僕はもう前から追っかけ回してゴール取るのが仕事なんで、明日明後日もそれをできるように頑張りますね、はい、めちゃめちゃ決めてるけど続いて奈良クラブが大切にしている言葉、バズワードの発表です。せーの、ビスカ奈良。ああ、どういう意味でしょう。これはもう、はい、あのスペイン語で、はい、バンザイ奈良ということで。あ、はい、じゃあもう明後日も勝って優勝でバンザイ、はい、それで J3 でも優勝してバンザイ、はい、それで J2 でもバンザイ、そして J1 日本代表バンザイ、ビスカ。あのここそんな盛り上がるシーンじゃないんですそして迎えた11月20日アウェイでソニー仙台との大一番。前半から奈良クラブはフォワードの浅川選手を中心に相手ゴールを脅かすも、好セーブに阻まれ無得点で折り返します。
試合が動いたのは後半29分、津波選手の縦パスからゴールを落とし、最後は浅川選手が頭で合わせゴール。このゴールでシーズン16点目となり、見事得点王に輝きました。しかし後半ロスタイム、相手のヘディングシュートで同点に。そのまま試合はドローで終了しました。そして気になる最終順位ですが、2位の FC 大阪も引き分け、得失点差で首位は変わらず、見事奈良クラブは JFL 初優勝に輝きました。2023年、 J3 での戦いに期待がかかる奈良クラブ。最後に選手へ来シーズンに向けての思いを伺いました。奈良県民の方も含め、クラブ関係者全員こう望んでた、はい、そのステージにようやく立てるっていうことですごい感慨深いですし、まあ、僕ら個人、選手個人としてはやっぱり、一つステップアップできたっていうことで、はい、やっぱその一つ上のステージでどれだけ自分の力が通用するかっていうのをこうもう一度確かめたいし、はい、JFL から J3 とこのレベルの差ってどんなもんなんですか。どうなんすかね。今年それこそ、去年 JFL で優勝して昇格したいわき FC っていうチームが、そのまま J3 優勝して、はい、今年 J2 昇格まで決めちゃったんで。うわー、じゃあその一年ね、なくはないと。なくはない勢い行く、言うてもな、行く